八戸市多型多目的運動場は青森県八戸市市川町多賀地区の球技場を主体とした多目的施設である。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では八戸市においても大きな津波の被害を受けた。このことを踏まえ、八戸市は2013年9月、 津波による重火被害が市内で最も大きかった八戸市、市川町、多賀地区の活力を喪失するため、また最大クラスの津波から逃げ遅れた避難者が被災を免れることを目的として、多目的運動場と日常機能を有する一時避難、施設である津波避難複合施設と一体的に整備することを発表し、基本構想を公表した。具体的には、 県道八戸桃井市線沿い、奥平瀬川と五戸川に挟まれたエリアに、主としてサッカー競技施設として整備されるというもので、多目的運動場の管理等と一体的に津波避難複合施設を整備するというものである。2013年10月から基本設計の公募型プロポーザルを実施し、2014年3月に基本設計を策定。 翌2014年3月には実施設計を実施した。基本設計で明らかにされていた多目的運動場の仕様では、八戸に本拠地を置くバンラーレ八戸の J3 リーグ加盟と日本プロサッカーリーグ公式戦の開催を念頭に J3 スタジアム要件を満たすスタジアムとして整備することが明記されている。その後、実施設計と用地の買収を行い、二千十四年度に 造成に着手、2015年から本工事に着手した。2016年6月末の整備進捗率は85%となっていた。2016年10月2日にオープニングセレモニーと、こけら落としとなる、第18回日本フットボールリーグセカンドステージ第11節、バンナーで蜂の蛇住をび腰がが行われ、 バンラーで八戸のクラブ史上最多となる5028人の監修を集めた。施設の主な数値は基本設計及び実施設計に基づく。ありがとうございます。